殺人現場は、雲の上は、東の警護の推理小説。単行本は、ジョイ・ノベルズから1989年に刊行され、1992年に公文社文庫版が刊行された。舞台は、姉の職であるスチュワーデスから決めた。ちなみに、忍ぶ先生シリーズも同様の理由で、舞台決定。投資マニアの大学女教授夫人が考察主体となって発見された。 容疑者は二人存在するが、どちらにもアリバイがある。ベビーツアーの一行が、A 子と B 子が乗務した機内に、とんでもない忘れ物をした。赤ん坊である。新日本航空は、初めての陳時に、うおさ往を往する。B 子が資産家の中山に見染められた。親戚へのお披露目会には、A 子も招かれるが、なんだか様子がおかしい。A 子と B 子が懇意にしている。 和菓子屋の当主が高級とは言いかねるシティホテルの一室で死体となって発見された。しかも、傍らにはもう一つの死体が、A 子と B 子が乗務する機内のトイレに遺書が落ちていた。結婚前に落とし主を見つけ出したいが、どういうわけか、その遺書には署名がない。A 子と B 子が勤務する新日本航空に不可解な脅迫電話がかかってきた。 いたずら電話の降算が大きいが、英子が何者かに命を狙われたが思い当たる節がない。ありがとうございます。